こんにちは、全経営コーナーです。こんばんは。今日は2021年6月30日、6月最後であり、2021年の前半が終わる日ですね。早いですね。2021年もあと半分しか残ってないってことですけども、全経営 AI フォーラムです。こんばんは。今言いかけて僕ネットが途切れちゃったんですけども、聞きたかったのは、今回の俳句、ポエムギャンって言ってるものは、どういうものなのか、仕組みとして。それを、その仕組みを本当は、この私が終わった後に大島がどやって出てきて、どやる予定だったんです。はい、申し訳ないです。何も聞いてないですか？それが。ああ、そっか。もうサイクルギャンとは全然別なものって思っていいんですよね。大島は、なんか言ってた。なんか言ってました。で、はい、そこ私もまとめて、本当は今日大島にこういう感じでどうだって話をする予定だったんですけど、その予定も間に合いませんでした。申し訳ないです。というわけで、そこも含めて続きます。次回楽しみっていうことですね。はい、ありがとうございます。じゃあ他の人たちにもですね、意見コメントとかを。マットさんはね、映像は、ピンクフロイドの、ジャケットの絵に似てるねっていうコメントでしたけども、他になんかありますか？ AI 的なアドバイス、ヨネダさんなんかありますか？ AI 的かどうかあれなんですけど、よくプレバトっていう番組で、俳句を、1枚の写真を見て、何人かがこう、俳句を、作るっていうのがあるじゃないですか。同じ写真を見て。で、俳句って五七五なので17文字に凝縮されてしまうので、まあ、手法としていいかわかんないですけど、同じ情景を、いくつかの俳句をこう作って、それをインプットにすると、もう少しなんか変わっていくんじゃないかと思うんですけど、ね。だから多分、いや、仕組みがね、どういう仕組みになってるのかっていうのが、いまいち、多分、大島さんに聞かないとわかんないんでしょうけども、でも、直感的には、多分、インプット情報が、俳句なりのテキストで、出力が画像になるっていう形。そうです、そうです。で、それをギャンで構成するっていうので、多分、ギャンのサイクルを、多分次回交互期待なんですよね。ギャンじゃなかったら、別にね。ギャンじゃなかったら、いや、ギャンって言ってるんで、大島が言い張ってる。一句だと、その、圧倒的に情報量が少ないのかなと思って。複数の句。そうですね。ただ、五七五っていうものを、じゃあ何次元の特徴量にするんだっていう話になりますけども、結構捨てたもんじゃないかもしれない可能性はありますよね。文字っていうのは人間が頭に想像するぐらいのイマジネーションを広げるネタにはなってるわけですからね。だから、結構面白い、ポエムギャンはぜひ論文に書いてほしいなと思いますね。じゃあ大島今多分 YouTube で見てると思うんですけど、今書いてる論文書いたらポエムギャンの論文を書こう。多分ういういって言ってると思います。はい、今うすうすって言ってると思います。はい、ありがとうございます。今は参加者は、カメラオンは4人なので、まあこんなもんかな。はい。その他なんかコメントしたい人っていますか？なければですね、ありがとうございましたっていうことで、なんか無理にね、忙しいところを喋ってもらって、申し訳なかったんですけども、